えー、事故はなぜ起こるのか。まあ、この,あの事故といってもですね、まあ、様々なものがあるわけですね。まあ、小さな事故から大きな事故まで。でさらにはですね、あのー、利用者の命に関わる、えー、事故、えー。または、えー、本当に少し、えー、軽微な事故。 また、さらには事務的なものの事故、さまざまな事故があります。ただ、全体的にこの事故というのは、なぜ起こるのかということについて、しっかりとまず理解した上での、この対策防止ということを考えてみたいと思います。そして、2つ目として、事故と過去の見分け方。これは、後ほど詳しくお話をしますが、実はこの事故と過去、 これは同じような事象の中でも、実は捉え方によって2つの捉え方があります。この事故と過去の見分け方をしっかりと学んでいければと思います。そして事故が起こるこの要因分析。ここはですね、この今回はシェル分析を使いながら、この実際福祉現場で起こる事故の具体的に直す なくしていく方法、これをね、皆さんと学んでいければと思います。そして最後に、事故の防止対策をどのように組んでいくのかということについてお話をしたいと思います。